プロ歴24年目で、ガンバ大阪20年目のヤットさんなんですが、そのヤットさんに、はい、ガンバ大阪20年いるって言ったんで、うんうん、ガンバ大阪歴代ベストイレブンをちょっと作ってもらって、うんうんうん、それでちょっと説明してもらおうと思って、いいよいいよ、はい、お願いします。でこれは何ガチのやつ、それともキャラも含めて、あ、もうそれもヤットさんの色でいいです。あ、俺の色でいい、色で、はい、キーパーからやってもらって、あ、オッケー。え、やった人？人でもいいですし、あ、まあどちらかというと、それもその色があるんで、それぞれ、はい、これはここにしとこう。この間出たいの？おー、そうです、そうです、昨日出てもらいました。おー、できたので発表します、お願いします。マイベストイレブンね。はい、ガンバのマイベストイレブンはこれでございます。おー、僕も知ってる人たくさんいます。これにしましょう。はい、ちょっと一人ずつ説明してもらいたいんですけど、キーパーからじゃあお願いします。はい、ですね、まあ、まず、はい、俺以外、はい、現役を終わられた人。あ、そうですね、はい、あ、マグノもしかしたらやってるかも。あ、そうなんですか、ね、うん、まあ、でも一応現役の選手は避けようっていうことで、はい、そこは逆に何ですか、何かあるんですか。いや、なんか偏見あるやん。あ、なるほど、俺らんでないの。あ、そういうことですね。後で文句やれるんで。あ、そういうことですね。そうそうそう、はい、自分がやった中の、はい、現在サッカーしてない人、はい、で、キーパー、鈴木さんです、はい、ナスも一緒にやってると思います。あ、僕やってないですよ、入れ違いです。あ、入れ違い、はい、あ、レッツでもやられてて、ガンバから、はい、そうそう、レッツに行った、はい、鈴木さん。ここは、んここは理由？はい、理由をすみません。この人はもうキックが綺麗。あ、そうなんですね。キックが綺麗と、ああ、文句がすごい。口がすごい。あ、そうなんですね、まあ、口がすごい、うん、味方にも敵にもね。そうそう、いい意味でよ。あ、はいはいはい、いい意味で、いい意味で、うん、だからこうチームをなんていうの、引き締める。そう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 、はい、そう、あ、で、キックが綺麗。あー、なるほど、キックが切れて、だから入れました。はい、はい、じゃあディフェンダーお願いします。じゃあ、左からいきましょうか。右ですね。あ、右？はい、右？皆さんから見て左か、右か、から、あ、関係ないか、視聴者から見て右ですね。右、鉄人明神でございます。はい、はい、まあ、知ってる人も多いと思いますね。そうですね、明さんは逆にどこがすごい？ミオさんはね、ヤクさん目線では本当は中盤の選手なんだけど、はい、ちょっと中盤の選手をいっぱい入れたかったから、はい、ミオさんはあえてディフェンスにしましたが、はい、ミオさんはね、なんて言うんだろうね、しつこい。あ、簡単に言うと、はいはいはい、敵にしたら一番嫌な人だった。で、疲れてても走れる人。あ、はい、そうそうそう、はいはい、この人の、本番は、はい、肩で息をしてからが本番ってみんな言ってたから。あ、そうなんですか。そう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 、大体そこからもう落ちるんですね。そう、落ちるんだけど、ミオさんだけはなんか伸びていくっていう、うん、あとは怪我しないから。まあ、そうなんですね。そうそうそう、はい、だから安定してる。はい、ミオさんはやっぱり入れたいなという、はい、ミオさんにしました。次はこれ山口さとしですね。はい、今ガンバにコーチをしております、はい。まあ、これはただ単に現役時代から仲が良かったっていう。そうなんですね、まあ、これを理由に、はい、うん、なるほど、ええ、じゃあもう次行っていいわけですね。もう次行っていいよ。はい、じゃあ次お願いします。次このファビーノっていうね、これね、はい、1年しかいなかったね。あ、そうなんですね、うん、だから誰って思う人も、はい、僕もウィキペディアで、あ、だからネットで調べても分かんなかったです。でしょ、はい、うちの1年でボランチで、はい、今で言うと誰タイプかな、コンちゃんタイプかな、あ、コンのね、はい、コンの3タイプの人がなぜか10番を背負ってたっていう、うん、1年間だけね。あ、そうなんですか。ただ、はい、めっちゃ良かった。あ、良かったんすね。めちゃくちゃ良かった、こいつは。1年でそんだけ印象残ってるんですもんね、うん、俺はずっと一緒に寝てなかった。そんななんですね、うん、っていうぐらいの選手、ファビーニャ。じゃあ、この次はもうそれはもう必要ないでしょ。でもベストイレブン、ベストイレブンで、うん、八津さんは、うん、今までベストイレブン、まあでも、あ、聞いてきました。あ、聞いてきて、うん、自分いられる方、うん、初めてなんですよ。え、そうなの。はい、いやいや、でも、うん、正直八津さんはもう入れるべきだと、僕は入れてなかったら逆にスコもうかと思ってたんですけど、うん、
はい、え、そうなの？みんな入れてない？みんなそうですね、割と入れてないですね。え、なんで？いや、わかんないです、全然。え？はい、まあでも俺常に入れてる、どの取材でも。あ、そうなんですね。言われたら。あ、そうなんですね、うん、いやいや、まあ、それはもう逆に突っ込みますよ、僕は。まあまあ、はい、まあ、ここは俺で、はい、次、中盤 で右サイド、これ、カジ。はい、あれ、これはあの家族で仲がいいかいいですか。なるほど、でもまあ代表選手で。まあまあ代表選手で、はい、まあやっぱりザ・関西人も。ああ、そうなんですか。そうそうそう、乗りツッコミもするし、そうそうそう、何でも拾ってくれるし、はい、まあ、サッカーっていうよりは、はい、そういうキャラで。ああ、なるほど、そういうキャラも必要で、はいはい、まあそこはまあ舵を入れましたね、はいはい。じゃあ 次は、まあ、ルーカスですね。はい、まあ、FC 東京からガンバにちょっとしてきましたけど、はい、まあいいやつ。いいやつ、いいやつでサッカーうまい。うまいですね、はい、これね。敵の時はそんなイメージなかったのか、はいはい、でも味方にでやってからすっげえいい選手だなと。あ、そうなんですね、うん、だから、まあ、ルーカスは、うんうん、ちなみに補足で言うと ACL ガンバが優勝した時のメンバーです。そう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 、はい、優勝した時、うん、そうそう、すごいいいやつです。あ、はい、いい選手ですよ。はい、はい、次お願いします。次これ入江さんって知ってるかな。超マニアックなんだけど、はい、僕は分かります。知ってる、はい、分かりますけど、サッカー知らない人は絶対知らないからね。はい、そうですね、サッカー知らない人は知らないかもしれないです、うん、まあ入江さんっていうね、これもうめっちゃキャラがいいやつ、はい、あ、キャラいいやつっていうか先輩だけど、はい、この人のいいのは、はい、あのグアムキャンプで、まあ、今の時期ね、はい、この1月、はい、2月の時期のキャンプで、紅白戦で、はい、あの、オートしながらもやってたっていう選手。めちゃ根性がある。根性ある。あ、根性あるのか、はい、それが言えないのか。あよくわからない、はいはい、でも、すっごいいい人。あ、そうなんですね。すっごいいい人。じゃあ、まあ、ここのラインはどちらかというと性格、あの、あ、そう、性格重視よ。あ、そうそう、なるほど、性格重視。なるほど、じゃあその1個前、はい、これね、性格重視でここまで来たで、はい、まあ、この人は、はい、知ってる人は知ってる、小島さん、小島ひろみっていう、はい、ガンバでもコンサドーレ、そう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 、男前の方ですよね。あ、そう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 、はい、この人は、俺は果実、この人東福岡なのね、はい、で、よく果実と試合とか練習試合とかしてるんだけど、はい、もうこの人がマジすごかった。そんなだったんすね。もうね、俺が見た高校生時代の中で一番上手かった。そんななんすね、うん、一番上手かった。すごい。この人、はい、高3の時にガンバの練習来て、はい、高3でチンチンにしたらしい。プロですか。プロ、っていうぐらいの人でも本当上手かった。あ、そうなんすね。上手い、やっぱこう見て一、はい、人ぐらいビジュアル入れとかないと。あすごい考え。そう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 、はい、そうなんですね。なんで、はい、じゃあ小島さんを選びます。小島さん、はい、じゃあ最後ツートップを。まあこのツートップは、うん、まあすごいね。アラウージョは2005年かガンバがリーグ戦で初優勝した時のメンバーの一人やけど、34試合33得点1試合1得点1試合、しかも PK 抜き、PK 俺蹴って。あ、そうなんすね。 PK 蹴ってたら37点が8点。そんななんすね。だから今だって今年、一番ゴール入れた中川、あ、はい、去年か、昨シーズン、はい、中川君が10何点、はいはいはい、それの倍取って。そうです。うわ、やば。僕ぶち切れられてたでしょ、はい、こいつ超うまかった、はい、で、あと一緒でマグ、はい、マグナーブス。あ、多分これどっちもブラジル代表入ってんじゃん。そうなんすね。だからもうこの2人はもう破壊力抜群。うん、そう、これがヤットさんの歴代ベスト11、現役抜きでね、はい、これ以外すごい、はい、これ多分優勝できるメンバーです、はい、J リーグ。でもちょっと穴があるのよ。穴がいるのよ、1人2人。穴ですか。言わないけど。いや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 、僕からしたらすごい選手たちですよ。穴言ってますけど、まあ、でもね、はい、外国籍が4人いるし、皆さん、まあ、外国籍ぐらい黒いからね。色が確かにそうですね、うん、黒いですね、うん、まあでも、はい、これ見ておーっていう人もいれば。あ、そうですね、はい、渋っていう人もいると思いますから、はい、まあ、これでいきましょう。はい、はい、
ベストイレブンです。ありがとうございます。はい、歴代ベストイレブンでございます。はい、ありがとうございました。はい。